5ヶ月前、その因縁は始まった。ディープ男子最軽量ストロー級タイトルマッチ。試合の大半は王者越智晴男が支配していた。しかし最終3ラウンド、挑戦者川原並木の豪快な打撃が火を、越智はあわや敗戦寸前まで追い込まれた。結果は越智の判定勝利。この戦いを踏まえて両雄は再び拳を交える。王者待ってろ、もう逃しはしない。挑戦者川原並木、ストロー級屈指の打撃力を持つ自分を信じている。そして血の滲むような努力も重ねてきた。王者を倒し、今新しい時代を切り開く。すげえスター性のあるこのスポーツやりたいって思わせる選手なんかやったら僕はすごく感じないんですよ、彼が見てて。そういうとこもやっぱ変えていかないといけないんですよね、選手が。そういうやつが現れてこれば下からも絶対現れてくるし、今格闘技やっていくって言ってる以上自分たちの責任やと思ってます。ここは最軽量の KO は本当美しいんですよ、僕の中で。こだわりすぎて自分のスポーツする気ないですね。切り合いとか殺し合いを見せたいですね、一瞬で終わらせる。まあ、向こうは倒すっていう感覚じゃなくて15分伸びきるになるんでしょうけど守るべきものが増え、さらなる強さを身につけ、出陣。第2代ストロー級王者越智晴男。王者もまた前回のタイトルマッチから生活環境が大きく変わった。何のために戦うのか、誰のために戦うのか。守るべきものが増えた男はまた一つ強さへの階段を登っていく。子供のためだったら多分自分のためよりは全然頑張れるんで、一人で戦ってる人とは比べ物にならないと思います。もうちょっと大きくなるまでやっぱりベルト持って物心つく時までチャンピオンでいようと思ってます。前回喫した唯一の過ちはもう繰り返さない。王者の真の底力を挑戦者に見せつける。本当に止められる寸前だったと思うんで、まあ同じようなことをしたら危ないだろうなとは思います。川原選手がやりたいことも分かるし、多分僕がやることも相手も分かってると思うんで、まあどっちが自分の得意なところで戦えるか。前みたいにはならないです、じゃないやろ、チャンピオン挑戦者ぶち殺せよって、そのぐらいの気持ちでっぽいと思うんですよね。まあ、くっついてくるでしょうね、寝技で固めてタックルして、やから KO をされると思ってるんじゃないですか。それを見越した上で倒すっすよ。亀で突っ込んでくる相手に対して仕留め切る。神に委ねないですね、ジャッジは。自分の手で、まあ、ノックアウトですね。打撃が相手の強いところだっていうのは分かってるんですけど、打撃でも負けると思ってないですけど、最終的に僕が勝ってれば、まあいろいろ勝ち方とかあると思うんですけど、最終的に勝てば、タイトルマッチは勝てばいいと思ってやります。家族がいるんで、絶対に負けられないんで、僕は勝つしかないんで勝ちます。 KO 至上主義の挑戦者か、難攻不落の王者か。互いのイデオロギーと存在意義をかけ、今再びの対抗。ディープストロー級タイトルマッチ5分3ラウンド、王者越智晴男 VS 挑戦者川原並木。
ーナー挑戦者、川原直道選手の入場です。ありがとうございました。ご着席くださいませ。続きまして、ディープコミッショナー福田氏によるタイトルマッチ宣言です。認定書、本日これから行われる王者越智晴夫と挑戦者川原七海の試合は、昨日厳正なる計量を行い、
リーグストロー級規定の 52.2kg 以下をクリアした。よってこの試合をリーグストロー級タイトルマッチとして認めます。2020年8月23日リーグコミッショナー代理下し。ありがとうございました。続きましてチャンピオンベルトの返還とご披露でございます。続きまして両選手による記念撮影でございます。ありがとうございました。ただいまよりスカイチケットプレゼンツリーグストロー級タイトルマッチ5分3ラウンドを行います。青コーナー挑戦者チームアルバミル川原奈美ー、はい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 、ケイン。さあ、ディープ96インパクトメインイベントです。ディープストロー級のタイトルマッチ、越智晴を3度目の防衛戦を迎えました。再びそこに挑戦するのは川原奈美希です。タイトルマッチ第1ラウンドの開始です。髪を結い上げております黒いトランクスが川原奈美希です。剛腕振りかぶっていく越智晴をタックル掴んでいく。早速タックルに行くのは越智。まずは川原の尻をつかせに行きます。この両者は去年3月にもタイトルマッチ、越智のベルトに川原が挑戦しました。さあ王座交代かというシーンもありましたが、越智がそれをしのぎ切って勝利しました。これが3回目の防衛戦となります越智晴男です。そうですね、越智選手はこの相手の左手をコントロールしたいですね、はい。さあじわりじわりと攻め上がっていきたい越智、立ち上がれるか川原。この相手の左手をコントロールできれば、はい、相手を相手の背中をマットにつかせることができるんで、より有利に試合を運べると思いますね、はい。逆に川原のは立ち上がろうというところですね、はい。さあその足を刈っていく、その首に手が回っている川原です。もう一回相手の足を引っ掛けたいところ。川原選手は逆にこの、自分の足を相手に、はい、束ねられないように気をつけたいです、はい。今束そうですね、この状態です。あ、なるほど。まだ今膝が抜ける状態なんで、この状態だと膝をどんどん、そうです、今のみたいに膝を抜いていけば抜けるんで、はい。体勢を変えていく落ちです。抵抗する川原。川原の方も表情冷静ですね。そうですね。さあ落ち攻め切れるか。第1ラウンドは半分切りました。おお、持ち上げていく落ち。踏ん張るのは川原。金網に押し付けた。いい、ね。さあ離れ際打撃落ち効いたか。川原が打撃でいく、得意の打撃でいく。しかしこれを掴んでいた落ち、一瞬が効きましたかね。そうですね、まあ、でもしっかりリカバリーできてますね、はい。
さあ手足で長い手足で抵抗するのは川原、押し付けておりますのは現チャンピオン落ちです。入れ替えるように川原、さあ離れた離れた、ボディ打撃の応酬、落ちがパンチで前に出る、両者睨み合う、タックルに行くのは落ち、残り時間はもうすぐ1分を切ります。第1ラウンド落ちが組みついていく、実直に自分のやるべきことをやっていこうという落ち春子です。あと相手の立ち上がりに合わせてフロントチョークを合わせようとしています。はい、川原のここまでの動きはどうでしょうか。そうですね、やっぱりこう打撃で勝負したいっていうのは伝わってきます。はい、かなり際ボディ、川原のパンチ強烈に飛び込んでいった、ボディ落ちも打ち返す、落ちが前に出る、リトルハンマーという意味を持つ落ち春を、回転蹴り川原も見せる、逆にタックルに行ったのは川原、鋭く行きましたね。はい、さあここから川原どういくか。しかし第1ラウンドはもう残り時間がない、お株を奪うようにタックルに行きました川原です。これ第1ラウンド終了です。いや序盤から展開がありますね。そうですね、川原選手しっかりボディにも散らせていたので、はい、すごく良かったですね。組んで離れて離れ際川原のパンチがこう上に下にと当たりますね、はい、やっぱ散らされるとだいぶ嫌だと思います。落ちの方は狙いやること特に変えずに第2ラウンドというところでしょうか。そうですね、でもしっかりこう打撃の攻防の中でも、はい、しっかりタックル混ぜて上取ったりできてるんで、うん、すごくいいです、はい、本日のメインイベントはストロー級のタイトルマッチです。第1ラウンドが終了しています。この後の展開どういったところを期待したいですか。そうですね、やっぱりこう打撃の川原選手、はい、組の落ち選手、うん、まあ、ちょっと両、まあ、得意な場面が違うので、はい、まあ、すごくその面でも楽しみにしています。どちらが主導権を握るのか、はい、タイムストップがかかっています。川原並木伝統派空手のベースがあります。ディープ4連勝の活躍もありました川原。さあ今度こそベルトを取るのか、またしてもオチが退けるのか。第2ラウンドの開始です。パンチを出していくのはオチ、キックで応戦川原、フェイントを入れていますオチです。タイムストップから再開です。落ちがパンチで前に出る、川原のこのなかなか独特な動きがありますね。そうですね、やっぱ手足も長いんで、はい、すごく落ち選手もやりづらいと思います。さあタックルに行ったのは落ち、金網際から中央の方を向いて倒していきました。タックルのタイミングもすごくいいですね、はい、しっかり相手をケージを背負わせて、そこでしっかりテイクダウンを取れているので、はい、下から挟み込んでガードするのは川原です。
まずはまたいでというところですかね、落ち。そうですね、またいで、相手を削っていきたいです、はい、下からは肘で応戦するのは川原です。パンチを落としていく落ち。またゴーとする落ち。逃れようとする川原、ケージの際まで来ました。落ち、どう攻めていきたいですかね。そうですね、やっぱりこう足をまたぐことによって、はい、より、コントロールしやすくなると思うので、川原がそれをさせまいと抵抗しているんですね。今ケージがあるんで、はい、相手の右足をまたぐって感じです、あと腰を切ってこの足を自分の腰骨に当てさせたくないです。ああ、なるほど、はい、さあ立てるか立てるか、そこにフロントチョークを狙っているのか。抜けた抜けた、そして川原が上になる。表情を笑っております。川原、不気味な表情を見せている。打撃でいく、抜け出そうとする落ち。バックを取る格好です川原。足を引っ掛けていく、足を引っ掛けていく、背中にへばりついている。おっと、出血が見えているのは落ちか、落ちか、出血が見えております。結構出血がすごいですね、はい、血が落ちています。頭を切ってしまったか。残り時間第2ラウンドは1分40秒というところになります。後ろにしがみついて叩いておりますのは川原。川原のパンチが当たる。さあ落ち、どうしたらいいですかね。そうですね、まずは、そうですね、今相手のクラッチを外していきたいです、はい、で相手の右足を、今だと右肩を抜いて、はい、さあちょっと落ちの出血がおびただしい。そしてバックチョークの体勢を狙っていくのは川原。今相手の右手をしっかり落ち選手コントロールしているので、この状態だとまだバックアフェンです、はい、いやかなりの出血量ですね。そして落ち選手は右肩をどんどん抜いていきたいです、はい、うん、もう一回落ちの首に左の腕を巻きつけている川原。残り時間1分を切りました。第2ラウンド、落ちが苦しそうですね。そうですね、逆に川原選手はこの、右手に今相手にコントロールされてるんですけど、はい、これが外れれば逆にチョークに、もう一気に攻めに行けるわけですね、はい、その手を懸命に掴んでいる落ち、後ろに倒していくが、さあここでバックチョークが入るのか、入るのか、あ、入るのか、決まった、王者陥落。リベンジなりました、新チャンピオンは川原並木。第3代のストロー級チャンピオンに輝きました川原。最後は見事な一本勝利、新チャンピオン誕生となりました。いや、牛久選手、このタイトルマッチはどのように映りましたか。そうですね、いや、まさかバックチョークで一本取るとは、はい、打撃でというところの、はい、打撃で予想がありましたが、はい、勝つとしたら KO なのかなと、はいはい、前回の試合見て思って、はい、さあ川原並木の腰にベルトが巻かれました。第3代ストロー級チャンピオンとなりましたのは川原並木。前回あと一歩というところでそのベルトが手からすり抜けていきましたが、今度はしっかりと掴み取りました、奪い取りました。落ち3度目の防衛はならず。
前回を踏まえてのこの再戦、勝負の分かれ目というのはどういったところだと思われますか。そうですね、まあ、でもしっかり、川原選手も打撃でプレッシャーかけれて、はいはい、でやっぱりしっかりこうポイントポイントで相手にこう手首をコントロールさせないとか、そういうところをしっかりしていてスタンドに持ってけてたんで、はい、やっぱそういう細かいところでもあの差が出たのかなと。いやでもすごい楽しいいい試合でした。そうでしたね、はい、最後はお株を奪うようなバックチョークで一本、まあ、内の方は若干この出血も少し気になるところではありましたけれども、さあ川原のマイクをお聞きいただきましょう。喜びを爆発させました川原並木のマイクでした。いやー本当にあのオチを倒して手に入れたベルト、そうですね、しかも決め切りましたね、はい、これはまた本人は区切りの一つということでしたが、また次のステップさらなる高みへ向けての大きな一勝になったのではないかと思いますね。そうですね、これからもちょっとすごく楽しみです。はい、さあストロー級のチャンピオン第3代に輝いたのは川原並木ということで、ディープ96インパクトは終了となりました。内久選手、この夜大会振り返ってみていかがでしたでしょうか。いやでもあのすごい面白い試合がたくさんあって、はい、この素晴らしい大会に解説させていただいて、はい、すごく感謝してます。楽しいお話をたくさん聞かせていただきました。さあそして来月、はい、次は自分の番だというところの思いはあると思います、はい、山瀬選手の持つベルトに挑戦するというところで改めてその意気込みをお聞かせいただけますか。そうですね、まあ、今この大変な時期に試合ができることをまずそこを感謝して、はい、まあ、自分が培ってきたものすべてを、はい、出し切りたいと思ってるんで、はい、皆さん応援よろしくお願いします。はい、次回大会9月の大会で後楽園ホールですね、はい、山瀬選手対この牛久選手のタイトルマッチ、タイトルに挑戦するというところでこの試合が待っております。そちらでの活躍も期待しております。はい、よろしくお願いします。はい、ということで今大会、配信をご覧いただいている皆様、全大会終了となりました、同日開催でありましたこのディープ95-96インパクトが終了ということで、また来月、こちらもタイトルマッチが組まれております。どうぞそちらもご期待ください。このあたりで竹芝にありますニューピアホールよりお別れとなります。夜の部の解説は牛久潤太郎選手でした。牛久選手本当にありがとうございました。こちらこそありがとうございました。また来月お会いしましょう。さようなら。